どうも、ハマの YouTuber、ミエノワです。今回もプロスピエスやっていきます。ということで、なんと BGM が変わりました。はい。アップデートしたらね、そう、マイページとオーダーとかね、あとスカート画面か、の BGM が変わりました。いやー、久々だよね。いつぶりだろう。で、今回なんですけど、プロスピフェスタやっていきます。はい。で、今回は700枚チケットが溜まったので、140連ですね。引いていきます。で、1回もまだ引いてないんですよ。もちろん、狙うは1等のね、Sラン契約書、出ればなと思います。では行きましょう。まあ、演出スキップでいいかな。演出スキップするとどうなんだっけ？これか。これで行きましょう。で、ここで、僕エナジーね、結構もらえると思うんですけど、累計で55もらえるんですよ、エナジーが。ってことはですよ、アニバーサリー第2弾、1500貯まるんで、60連できそうです。うん、まさかのね、そう、アニバ60連のまでには絶対に止まらないと思ったんですよ。アニバ第2弾の間に60連も止まらないと思ったんで、まあ、引かないつもりだったんですけど、もしかしたらアニバ60連第2弾の方するかもしれない。はい、本当は選択契約書を引こうと思ってたんですけどね、まあ、やっぱり第2弾の方、菅野選手とか千賀選手とかね、まあ、いいピッチャーいるんで、もしかしたら第2弾の方60連するかも。うん。で、あとプロ野球の方、あれですよね、ソフトバンク日本一になりましたよね。うん、日本シリーズ4立てっていうね、巨人に全勝しまして、いや、今シーズン終わってしまいましたね。いや、なんかあっという間でしたね、今年は。もうチャンスタイム。てか、プロスピフェスタ若干なんか背景変わった？こんなんだったっけ？お、Aラン契約書。いいね。そう、アニバーサリーのね、柳選手当てたんで、 A ランクはやっぱ柳選手とか欲しいな今のところは。うん、ベイスターズあれですよね、伊藤じゃないや、伊藤光選手はまあ残留決定なんですけど、阪神のね、鳥谷選手獲得するかもみたいな今ニュースで流れてますよね。うん、来てくれるならね、まあ、大和選手とかとも交流できますし、うん、なんか守備面で柴田選手とかにね、なんかアドバイスしてほしいなとか思いますね。うん、柴田選手の方が上手いかもしれない、もしかしたら。まあ、なんかこう切磋琢磨してほしいなと思います。なんて言ったってね、2000本打ってる選手ですからね、鳥谷選手。フルイニング出場もね、長いことしましたし、もう経験は豊富にある選手なんでね、うん、まあ、ぜひベイスターズに来た際にはいろんな選手にね、なんかアドバイスしてほしいなと思いますね。うん、2年前もね、田中広也さん来た時もね、なんかこう守備面とかで教えてもらったんじゃないかな、いろんな選手。うん、まあ、そんな感じでね、鳥谷選手も、うん、来てくれたら嬉しいですね。さあ、 B ランクは結構出てますね。チャンスタイムも何回か来てますけど、今のところ A ラン契約書が1回出てるくらいか。で、言い忘れたんですけど、今回もね、全部でいくらもらえたか見ていきます。最後検証的なね感じで B ランク来るね、結構嬉しいよ。今ね、そのアニバーサリーでゲットして山本由伸選手とか、あとは、岸選手、あと柳選手か、あとまあグラシアル選手とか特訓ねしたいんで、 B ランクはありがたい。さあ、ってことで超チャンスタイム今回見てない気がするな。あ、で、先日話したと思うんですけど、あのプロスピエスのファンフェスタ行ってきました。東京の東京ドームシティの、うん、で開催したね、プロスピエスファンフェスタ2019行ってきましたよ。今年ね、ガラポンするとね、その景品がもらえるんですけど、カレンダー引けました。うん、嬉しいね、カレンダーね。去年僕引けなかったんですけど、一緒に行った友達にもらったんですよ。そう、なので今ね、カレンダーが2冊あります。2019年のやつと2020年のやつ。そう、2年連続ね、カレンダーゲットできました。うん、あと、まあ、クリアファイルとかね、ももらいました。2種類あったんですけど、両方ともゲットできました。うん、あとは、うまい棒とピンバッジ、缶バッジかな。もう今年もね、もらいました。ってことで残り300ですね。半分はもう切ってますね。
ではこの辺からちょっとね早送りでいきたいと思います。超チャンスタイム来たら、止めます。お、来たよ、チャンスタイム。さあ、誰が出るか。おー、青。誰って言っちゃった、いつもの癖で。とりあえず、まあ、ビギは、3等は結構来てますね。A ランク、まあ、そうだね、残り220枚あるんで、もう1枚は欲しい。できればもう2枚、欲しいところである。では、もう一度早送りいきます。どうぞ。おお、来た。ちょっと何の、ね、演出もなかったんで、チャンスタイムとか入ってなかったんで急に来たからびっくりしたよ、うん、いいね。 A ランク契約書もなかなか手に入っている。さあ、あとは1等の S ランク契約書出れば完璧。残り170枚。お、来たよ、チャンスタイム。いいよ。5等4等からの5等分の花嫁。さあ、白いいよ。からの青かーい。チャンスタイム来たよ、また。超チャンスタイム本当来てないね、今回。なくなっちゃった？おー、B ランク。いいね。超チャンスタイム見たいな。さあ、残り76回。あっという間ですね。今年のね、プロ野球もあっという間でしたが、あっという間に日本シリーズも終わって、ドラフト会議もね、終わりまして、あとはもう、オフシーズンの、まあ、FA とかね、トレードとかに注目ですよね。あとあれか、トライアル、戦力外のトライアルもね、注目したいところですよね。さあ、どこで来るか。なかなか来ないね。来ないね。まさかの？お！超ついた。今日初じゃない？超チャンスタイム。行きましょう。なんで？超チャンスタイムからの B ランク。全然超じゃないっていう。いやー、ってことで終わってしまいますね。ラストですね。あー、からのチャンスタイム。あー、このチャンスタイム気になるな。気になるな。はい、ということでね、チャンスタイムが気になったので、チケットをね、追加でゲットしてきました。25枚あるんで5回できます。ここで出てくれ。これで出てほしい。頼むよ。ちょっとこれの25枚で出てほしいな。おー、来た。ただ B ランクと。はい、まあ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 いいでしょう。エナジーも今出たしね。まあよかったよかった。うん、後悔はない、これで。はい、そんな感じで結局145連したのかな。で、もらえたもの見ていきましょう。145連で一体いくつもらえたのか。一括受け取り。お、93エナジー。なるほど。累計と合わせて、93エナジーなんで、まあ、ガラポンの方で出た分も50近くあるのかな？ 40 は出てると思いますね。OK。で、B ラン契約書はどれぐらいもらえたかな？まあ、結構引いてた気がするんで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。B ラン契約書10枚、13枚もらいましたね。で、A ラン契約書が1、2、そうですね、A ラン契約書が2枚ですね。まあまあまあ、いいんじゃない？ A ラン契約書もうちょい欲しかったかなとは思うんですけど、B ラン契約書結構多いんでね、まあ、特訓にも使えるんでよかったと思います。で、皆さん右上見てください。びっくりしました、今。1500ぴったりっていうね。いやー、まあ、プロスピフェスタね、93個もらえたんで、結局1500貯まりました。もしかしたらアニバーサリー第2弾で、60連引くかもしれません。わかんないけどね、選択契約書を引くかもしれないんですけど、ちょっとそこはね、来てみてから考えたいと思います。そんな感じでこの辺でこの動画終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらね、プロスピフェスタで S ラン契約書出たよとかね、言う方はぜひコメント欄の方にお書きください。ってことで、じゃあね、バイバイ。